どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友クレジットカードが国内初となるカード付帯保険を選べる無料保険っていうのを先日ね、発表いたしましたので、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、三井住友クレジットカードがカードにね、付帯している保険をね、選べるようにしたということで、こちらね、2022年の4月の14日にね、発表されてたわけなんですけども、ちょっとね、私の動画の中ではですね、ANA の発表とかもね、ありまして、かなりバタバタしておりまして、ちょっとね、アップが遅くなってしまってね、申し訳ない限りなんですけども、今回ですね、三井住友クレジットカードということで、私のね、このプラチナプリパードも、三井住友クレジットカードということで、こういったね、三井住友カードね、保有されている方は結構ね、影響あるかなというふうに思っておりまして、対象カードね、ちょっとこれにね、ざざっと並べておきますけども、このね、三井住友プラチナプリファードももちろんそうですし、私の動画のチャンネルでね、保有されている方多いのは、三井住友ナンバーレスのゴールドカード、こちらもですね、対象になっておりますし、先日ね、結構お祭り案件にもなった三井住友カードのビジネスオーナーズゴールドだったり、ビジネスオーナーズ、ここら辺もですね、対象カードに入っているっていう風になりますんで、ここら辺にね、載っているクレジットカードね、保有されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで今回ですね、三井住友クレジットカードのカードにね、付帯している保険がね、選べるようになりましたということで、残念ながらですね、先ほどね、カード一覧ね、紹介させていただいたと思うんですけれども、ANA カードとかね、提携カードもこの三井住友カードがね、発行しているわけなんですけども、残念ながらね、ANA カードに関しては、このね、選べる無料保険のね、対象カードに入っておりませんので、まあ基本的にはですね、三井住友カードのプロパーのね、カードが対象っていった形になります。で、今回ね、発表された内容なんですけども、もともとね、三井住友クレジットカードの種類やね、クラスによってまあ異なるんですけども、付帯保険っていうのが初期設定でもともとついているんですよね。それがお買い物安心保険っていう付帯保険と、海外国内旅行障害保険ということで、この2つがね、付帯してるんですよね。で、この2つに関してもまあカードによってはね、入ってなかったりするわけなんですけども、こちらはですね、2020年の4月の14日以前に入られた方もそうですし、この後にね、入った方も初期設定としてはこの2つの保険がね、設定されているっていった形になるんですよね。で、4月の14日よりですね、この海外国内旅行障害保険っていうのがですね、変更することができて、付帯保険をね、自由に選べるようになったっていう感じになるんですよね。でですね、この海外国内旅行保険の代わりにね、選べるのは、日常生活安心プラン。こちら、個人賠償保険ですね。で、持ち物安心プランということで、携行品損害保険。またね、怪我安心プランということで、入院保険、交通事故限定保険っていう風になってるんですよね。もちろん、この海外国内旅行の障害保険をそのまま残すっていうこともできますし、まあ今こういったね、情勢っていう風になりますんで、海外旅行とか国内旅行も含めて、ちょっと旅行に行きづらいから、この保険にね、入れておくのはちょっともったいないということで、他の保険にね、切り替えることができるということで、まあ人それぞれね、自由に保険をね、選べるようになったっていった形になるんですよね。で、この3つのね、日常生活安心プラン、持ち物安心プラン、怪我安心プラン、この3つがね、どういう保険なのかっていう話なんですけども、まずね、この日常生活安心プランっていうのが、個人賠償保険っていう風になっておりまして、まあ公式サイトにね、保険の内容はね、書いてあるんですけども、日常生活の怪我や賠償に備えた安心の保険です。日常生活で他人に怪我をさせたり、他人のものを壊したことにより、法律上損害を負った際の損害を保証しますということで、まあこういった感じになってるんですけども、この保証金額っていうのはカードのね、クラスによってまあ違うっていう風になっておりますんで、まあ気になる方はですね、公式サイトでね、ご自身のカードの付帯保険の金額ね、見ていただければなと思うんですけども、まあ今回はね、私のね、動画のチャンネルで結構扱っているナンバーレスゴールド、あとね、三井住友プラチナプリファードでね、まあこちらでまあ紹介させていただくと、ナンバーレスのゴールドであれば、この個人賠償保険の場合は、最高20万ね、保証されるっていう風になっておりまして、このね、プラチナプリファードだと100万円っていう風になっております。で、次にね、持ち物安心プランですね。こちら、携行品損害保険ということで、こちらの保険はですね、身の回りの持ち物が盗難、破損、火災などで被害に遭った場合に保障される安心保険サービスです。カメラ、衣類、レジャー用品に偶然な損害に発生した際に保証いたしますということで、保証金額に関してはナンバーレスのゴールだと3万円。で、こちら面積がね、3000あるっていう風になりますんで、3000はかかるけど3万円まではね、保証してもらいます。で、プラチナプリファードの場合だと最高5万円、面積3000円っていった形になります。またね、合わせてレンタル品などをですね、壊した場合などにね、保証される受託物賠償責任保証っていうのもありまして、こちらね、ナンバーレスゴールドにはね、付帯してないんですけども、プラチナプリファードの方は最高10万円、面積5000円でね、保証がされているっていった形になります。それでは次にですね、怪我安心プランですね。こちら入院保険で交通事故限定っていう風になっておりまして、こちらは交通事故による怪我を保障する安心のサービスです。交通事故による怪我、入院された場合や手術を受けられた際に保証いたしますということで、こちらね、保証金額はナンバーレスのゴールドだと、障害入院保証が1日1000円。で、障害入院一時金保証が1万円っていった形になります。で、プラチナプリファードだと、障害入院保証が1日3000円っていう風になっておりまして、障害入院一時金保証が2万円ね、保証されるっていった形になってるんですよね。こういった感じでクレジットカードのクラスによって保証金額がね、変わるように設定されているわけなんですけども、今はですね、いろんなとこ行ったりですね、そういうことができないっていう風になりますんで、個人的にはですね、ご自身のシチュエーションでこの保険がね、選べるっていうのはですね、かなりいいのではないのかなという風に思います。海外旅行とかね、バンバン行けるようになっていればですね、この海外旅行とか、国内旅行もそうですけども、付帯保険でね、入れられるっていうのは非常にいいと思うんですけども、利用する頻度がないのにこれがずっとつけっぱなしになってるっていうのはですね、ある意味もったいないのかななんていうふうに思いますので、かなりいいのではないのかなと思います。それでは次に、このサービスはですね、2022年の4月の14日からですね、サービス始まっているっていうふうになっておりまして、現在ですね、もうこちら選べるようになってるんですよね。で、選ぶにはどうやってやるのかっていう話なんですけども、三井住友カードのインターネットサービスである VPASS でね、こちら設定できるっていう風になっておりますので、実際にね、やっていきたいなと思います。携帯の画面ね、ここら辺に出しておきますんで、一緒にね、やっていただければなと思うんですけども、対象のカードでですね、ログインしていただいて、右下にね、メニューってあると思いますんで、こちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、一番下の方にですね、マイページっていうのがね、あると思います。こちらをね、クリックいたします。そうするとね、ウェブ版の方に飛びますので、これでですね、一番下の方にね、行っていただくと、ライフスタイルに合わせて選べる無料保険というのがね、あると思いますので、こちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、選べる無料保険ということで、こちらサイトに飛びますんで、こちらね、お手続きっていうのがね、あると思いますんで、こちらをね、押していただくと、下の方にね、スクロールしてっていただけますので、ここからね、やっていただきます。ということで、このね、一番下の方にあるね、お手続きへっていうのをね、クリックしていただきます。そうするとですね、対象のカードがね、選べるようになっておりますんで、私はですね、エントリーするカードということで、これね、ナンバーレスゴールドでね、やりたいと思います。はい、ということで、選べる無料保険ということで、ご希望のプランを選択してくださいということなんで、私は今回、日常生活安心プランにね、しておきたいと思います。で、重要事項等々をね、同意ね、していただいて、一番下のね、申し込むをクリックしていただきます。で、次のページね、行っていただくと、ご希望のプランのね、重要事項説明書等々のね、同意の確認が入って、一番下にね、決定するをしていただきます。そうすると、選べる無料保険、申し込みありがとうございましたということで、これでね、申し込みが完了っていった形になります。ということで、今回ですね、三井住友カードが選べる無料保険をね、開始しましたので、解説させていただいたわけなんですけども、最後にね、注意事項いきたいと思うんですけども、まずね、この選べる無料保険っていうのは、選ぶことができるんですけども、変更キャンセルができないっていう風になりますんで、気安くね、変えないようにっていうか、よく考えてからですね、変えるようにしてください。だいたい1年間の間は、こちらね、変更することができませんので、今現時点ではですね、海外旅行とか国内旅行とかね、非常に行きづらい部分はありますけども、これ半年後どうなってるか正直わかんないですよね。すごい行けるようになってるかもしれないし、今みたいな感じになってるかもしれないんで、その時にですね、やっぱり海外旅行保険に戻したいみたいなね、そうなった時に、に戻すことはできないっていう風になりますんで、この点はね、ご注意いただければなと思います。まあ個人的にはですね、今までね、こういったサービスはなかったので、非常に新しくてね、いいのではないのかなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter もやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。